セダム25はイタリアが開発した自走式対空砲である M113 装甲兵員輸送車の車体にオートメラーラ社が開発した砲塔を搭載している1983年から開発され1985年から1993年まで生産1989年にイタリア陸軍に配備された 砲塔は溶接構造の防弾アルミニウム合金製で1名が登場する。左右側面盾に2問ずつエリコン車線クバ B25mm 機関砲を装備している。不行角はマイナス5度、プラス87度、不行速度は最大100度秒。全周旋回式で旋回速度は最大120度秒である。抵抗量 TB。 デジタル射撃統制コンピュータ、レーザー速距器を装備しているが、レーダー波を使用する装備を搭載しておらず、照準、追尾は、光学式なので、全天候能力はない。しかし、光学式にはレーダー波のように逆探知され、警戒されたり位置が露見したりすることはないという、利点もある。クバ B 機関砲は、初速1000メートル毎秒、発射速度600発、 フンの4問合計で2400発、フン、有効射程は2000メートル、射撃は単発、連発、15発と25発のバースト射撃を選択できる。砲弾は対空目標用に小移榴弾を600発搭載している。また、2問は小移榴弾と地上目標用の装弾頭つけて砲弾の射撃が可能となっており、 相弾頭付つけ鉄鋼弾30発を搭載している。1990年代中期にイタリア軍はセダム25の近代化プログラムに取り組んだ。この研究ではミストラル赤外線誘導地対空ミサイルを3発いる発射機2機の計6発搭載することが可能となり、有効攻撃範囲は最大 5.5km にまで向上した。ただし、 セダム25に捜索レーダーが搭載されていないため、ミサイル発射機と機関砲を搭載した砲塔を、目視と手動で目標へ試行する必要がある。ミサイル自体が赤外線ホーミングによる打ちっぱなし方式なので、セダム25に追尾レーダーは必要ない。ありがとうございます。